おはようございます。12月27日ですね。相場がまた開きました。ちょっと荒れてるところがありますけども、それは順を追って説明していきますね。まずはウィークリーを見てみましょう。ちょっと日が明けましたんで、ウィークリーを見るのがね、肝要かと思います。この1年間振り返ってみると、ここをねずっとウィークリーは見ていたような気がします。ここに当たると急激に上に上がるよーって感じですよね。で、その通りに結局なっていったということで、今日もウィークリーはこういうふうにいけているということですよね。これが大きな流れです。それで、次がこれ、デイリーですね。デイリーも皆さんもうわかりますよね。私の相場解説を見ると、デイリーはこうやって、こうやって、こうやっていくっていうのがもう定番ですよね。で、ここで入社があって、入社っていうのはね、入り込んで、フラッグを形成しているんだよってことはね、私は見ているということでございます。そうすると大きなそのエントリーのこのミスが起きにくいんですよね。で、ここは下まで下がるかなと思ったら、まあ下がらずにですね、ここら辺と同じような形になりました。ちょっと下がって上に戻ったよということでございます。ではですね、1時間の方を見て、4時間か、4時間見ていきますよ。この辺からちょっと動きが派手になってきます。まあでもね、こことここ、結んだ点がありますよね。ここは崩れてないわけですよ。それから、下の方、ここと、ここと、ここを結んだ点になりますけども、まあね、売りで取れるとしたら、この幅かなと思ってたんですけども、そのチャンスは来ず、このあたりでですね、レンジを形成してるのかなっていうところが、見て取れたかなというところでございます。で、問題はね、1時間足に来た時のこれですよ。大きな窓埋めに、陽線なのに上髭が出すぎているということですよね。ここをね、1時間でどう見るかってことなんですよ。まあ、ここ昨日おとといとエントリーしてなかったのと、チャートが動いてなかったので、利益も被害も受けてはいないんですけども、前回見たのがここでしたよね。ここはどういう風な形でいったかというと、収束していって大きなブレイクがある直前ですよってことで、下に行ったかなと思ったらいまいちブレイクではなくて、でブレイクしたかなと思ったら、なんとですね、こんなところに出てきたんですよね。大きな窓を埋めてドガンと言ってたんですよ。さらにそれがここまで上がってきた、ここまでですよ、ここまで上がってきたわけですよね。いや、これはね、これ誰も分かんないですよ、こんなの。分かんない上に、これを見た後で何をどうすればいいのかっていうのも、これは判断つきかねるところですよね。で、私が朝見て気づいたのは、このチャートがいきなり出てきたってことなんですよ。で、今後の動きなんですけども、これ今年年内はね、もうエントリーするところないですね。92なんですけども、店じまいでございます。だからね、金曜日でしょ、今日。まあ、もう今日で終わりですね、これ、相場解説は。あとは、明日から FX のちょっとね、新年に向けての、基礎学習をするってことになりますけども、このね、一本の陽線ですよね。この陽線が何を意味するかっていうと、上に上がってきたんだけども、同時に半分くらいの売り圧力によって、ヒゲになったってことなんですよ。だから今後の動きがどっちの方に向かうかってことが非常に分かりづらいということになります。じゃあちょっと15分見てみますね。15分はどういうふうになってるかというと、こんなですよね。新しくこの辺にですね、チャートの、こう、世界が展開されたんじゃないかなと思うぐらいですよね。で、ちなみにですね、この大きな窓、これ埋めるために動くかどうかっていうのは、これは、ね、迷信なんですよね。だから窓埋めがあるかどうかってあんまり考えない方がいいと思います。たまたま、窓埋めっていうのを知ってた人が、あ、やっぱりまだ埋まったねっていう言葉がありますけども、これね、根拠めいたものがね、ほとんどないんですよね。窓があったからそれが埋まる。しかもそれがいつ埋まるのかってこともわかんないじゃないですか。その窓を作った即日埋まるのか、翌日埋まるのか、1週間後まで埋まるのか、これもわかんないんですよね。だから窓が開いたっていうのと窓埋めっていうのとあんまりリンクさせない方がいいかなと思います。今日の学びはそれぐらいですね。本年も本当よろしく、ありがとうございましたか。よろしくお願いしますじゃないわ。
今年もね、本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。まあ、おかげさまで丸3年以上やってきましてね、成績も安定してきました。さらに、もう勝てるようにっていうふうには私は考えていません。このあたりでもう十分なんで、あとは延々とね、基礎を固めていく作業になります。プラス、移動平均線とゾーンっていうのを半年間使わずにやってきましたけども、まあまあ、成績が落ちたにしてもプラスで逃げ切ることができたかなと思いますんで、また年が明けたらね、明日からも相場解説やりますけども、年が明けたらゾーンと移動平均線使っていこうかと思います。それでは本日は以上です。